さあやっていきましょう、スーパーマリオメーカー2。前回は作るパートをやったんで、今回は遊ぶパートをやってみましょうか。世界中の皆さんが作ったコースを楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ストーリーモードとかあるんだ。世界のコース、コースロボット、はあ、いろいろあるんだね。じゃあストーリーモードはおそらくみんなやってると思うから、世界のコースやってみようかね。個性あふれるコースをやった方が楽しいと思いますし、お、新しいお知らせ。ああ、これは今までと同じだね。じゃあ今は見ない感じで、職人ランキングとかいろいろあるんだ。コース探してみる。人気ランキング1位の人、うわすごいね、329,263 回も遊ばれてるの。めちゃめちゃすごいね。じゃあこの1位のやつやってみましょうか。よろしくお願いします。 12.46% ね、クリア率は。だったらまあそこまで難しくないんじゃないかなと思います。頑張っていきましょう。スイッチかけるスイッチ、スイッチの鳥で、お、オンってあるね。これ押すと、あー消える感じか。これあれだね、スーファミ版の本家でもあったギミックだね。今回作れるようになるんだ。これを作ったギミックもちょっとやってみたいね。あ、モグラーニャ。あ、なるほど。これでポンと。あー、じゃあ切り替えて進んでいくぜ、ベイベーみたいな。何あのあれ、クレーンみたいなの、なんか上に銃って書いてあるけど、一応オフにして、なんだろう、掴めればいいのかな。よっ。あ、掴まれる。そして、あ、すげえ、こんなのあるの、これは初めて見た。で、取ると、いえ、10コインが100枚分の効果があるの。すげえな。マジで新要素たくさんあるんだね。あー、で、これで閉じることによって進めますよ、みたいな。あ、やべえ、これちょっと早っ、早速これ使いてんだけど。お、で、これを被ることはできる。一応持っていこうか。あー、いやいや、ケチした。で、危ない。そういうことか、そういうことか、オッケーオッケー。あの、ハテナのところに蹴って、で、切り替えろと、そういうことだったんだね。なるほど。じゃあ一応ヘルメットは持っていった方が良さそうだから、被って、よいしょと。カツラ大好き。カツラがないと生きていけないんです、私。で、飛んでいくと。この色してるとなんか滑りそうで怖いね。お、コインがあって、なかなかに、チュートリアルっぽい、あ、チュートリアルっぽい感じなんだね。一回も失敗してないぞ。オッケーオッケー。私もね、マリオメーカー、かなりやってきてるんで、ワンの方。この程度じゃ失敗しませんよ。これ、オンを押した瞬間に床に飛び乗る感じね。ほっ、こんな感じか。オッケーオッケー。よいしょと。いいじゃない。なんか、ニンテンドーさんが作ったコースみたいだね。あ、すげえ、度数も押してくれるんだ。これ面白いな。これ使いてえな。なんか、タイムアタックみたいな感じで、で、よいしょ。で、ジャンプのタイミングを見極めなきゃいけないんで、これ結構難しいぞ。せーの、ほっ、難しい。ちょっと早めだな、俺が思ってるより。ちょっと早めに行こう。うわ、完璧、素晴らしい。さあ、で、押してもらって、ここか。コインのある位置までジャンプして、よいしょ。で、怖い、いやいやいやこれあれだな、コインのところまでジャンプしちゃえば、おそらく間に合うんだね。だからそのまま一気に行っちゃえばいいんだ。こうして、こうだ。で、こうして、これ戻るの難しくね。ちょっと行ってすぐ戻る。さっきの感じだよね。ふっ、あぶねえ、ギリ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 。羽欲しいな、これ、羽。さあ次、いい感じ。お、中間地点、やっと中間地点だぜ。さあ、オンとあって。これ、オンを押さないように、うまいこといけってことだよね。だから、ほっ。オッケー、うまい。で、ここでオンを押す感じ。あ、こういうギミック、やっとちょっと、中級者っぽくなってきたよ。よいしょと。で、頭使いながら考えていくと。これ、足場作っちゃうと、あ、作っていいのかな？ほっ。で、10コインゲットしていく。下から炎が来たの見えてたので、ちゃんと周りを把握している。素晴らしい。いいよ。状況判断ができている。キラー来る感じ？ほっ。で、足場作って。あー、このギミックめちゃめちゃ面白いね。これは作りたい。これは作りたい。で、これは普通に押しちゃって大丈夫そうだよね。ほっ。で、押して足場を作って、これ動く感じ？あ、斜める感じか。こうして、こう。届かない。ちょっとずれた。でも、コインも一応取っておく。うわあ、ぶんねっ！という夢を見たのさ。よかった、夢で。夢以外で失敗するはずもないもんね。オッケーオッケー。さあで、お、なるほど、なるほど。タイミングよくジャンプしていく系ね。こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで、完璧。ドッスンと。さあ、あ、マジ、ここでも続くの？それ難しくね？ここ。ああ、もうタイミングむずっ！ピキピッ。ピキピッ。ピキピッ。このリズムを覚えとかなきゃいけないのね。ピキピッ、ピキピッ、ピキピッ。違うの。Wii U のゲームパッドじゃなくて、プロコンでやってるから、感覚が違うの。俺、ワンの時もこんなこと言ってたの。チルリだよね。チルリ、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 オッケー！さすがナイスチルリ、スリーチルリでいただきました。さあ、お、また中間地点2つ。どうすればいいの？そういうことか。で、落としていくって感じね。火の、あ、
回復アイテム落としてくれるんだったら全然余裕だよね。で、落としていくと。あー、順番順番に次から次にってことね。世界は変わっていくわけね。で、これで落として倒し、あ、なるほどなるほどね。これでた、あー、5回だっけ、クッパって。多分5回倒せばいいと思うけど、フラワーのままで終わらせたかったけれど、大丈夫。キノコの出るタイミングを見ていけば、タフすぎないこいつちょっと。だんだん炎吐くスパンも増えてきている。どんどん成長しているこの男。俺は成長していないの。よーし、わけないっす、あいつ。いいぞ。Wii U の頃から退化しているというのに、クッパの方は進化しているじゃないか。やめてくれ。ゴール、おい！すごい面白いコースだったね。さすが1位のコースでした。ありがとうございました。俺もこんなコースが作れるようになりたい。次、追いかけられて、フォローザコインズ。夢でよく見ますね、追いかけられる夢。私は一体何と戦ってるんでしょうか。遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。追いかけられて、夏、フォローザコインズ。さ、追いかけてくるってことは、ほんと、だし、そんなに横に追いかけてくる感じだよね。あ、これはもしかしてスピードランみたいな感じなのかな。すげえ、横に来るドスン、恐怖でしかねえよ。もう、やだ、夢に出てきそうなんだけど、マジで。怖えちょっと待って。ショージャンプ、めっちゃ怖え、これ。思ってた600倍ぐらい怖えんだけど。ちょっとちょっと、もう、恐怖が増してるんだけど、やめてよして、よしこちゃん今度、ヨシコちゃんを友情出演させたら、俺マジで怒るからな。もういいよね、もうゴールだよね。うわぁ、新しい子が来ちゃったよ。やめてよ、背中すれて。プライベートゾーンって言葉知ってる？また来んの？早くなるの？早くなっていく。あぁもう触れよクソ楽しい、このコース。ちょっとこの、ボーン。このゲーム、R12 指定した方がいいと思う。俺が小学生の頃だと絶対泣いてる。絶対泣いてる。もう夢に出てきそうでマジで怖いわ。でもすっげえ楽しかった。次、Table Tennis in SMM2 Head. Have fun with a Table Tennis mini game. This time more hard. あー、なんか1でもこれあったよね。一時期流行ったよね。それのちょっと難しいバージョンなんでしょう。まあ一度やったコースなんで余裕でクリアできるんじゃないかな。頑張ってクリアしていきたいと思います。よろしくお願いします。Table tennis in SMM2 head. おっと、矢印があって逆らいたくなっちゃうな。敷かれたレールの上を歩きたくない年頃なんですよ。隠しブロック的なものはない。進みましょう。そうだよ、人間というのはね、敷かれたレールの、おっと始まったよ、いきなり。懐かしいね、これ。よっしゃ、うん、手こいだこいつ。 OK、 ナイス。ワンポイント選手、3マッチかな。3、最初に3点を取った方が勝ちな感じだよね。よしよしよし、あと1回余裕の勝利をしてやるぜ。 OK、 ふっ、素晴らしい。ノー得点で、違う、ノー得点、ノー失点で、ふっ、 OK、 よっしゃ、素晴らしい。テニスの王子に俺はなる。やっとぜ。卓球だった。テーブルテニスとは言ってるけれど、最後全自動、気持ちいいね。あ、上に登って手へ召されていく。なんで勝利したのに私は地獄へ落ちなければいけないのでしょうか。わー、すーごい処刑台だ。やったね。タイミング完璧じゃねえかよ、素晴らしい。次、スーパーマリオサンシャインズサンドバード。コレクトオールレッドコインズオンザブロックオブザレジェンダリーサンドバード。ああ、ピンクの、あれ、ピンクというかレッドのコインを集めてこいってことですね。わかりました。クリア率はまあ半分ぐらいなんで、全然余裕で一発クリアできると思います。頑張っていきましょう。スーパーマリオサンシャインズサンドバード。ブー。あ、ゲームキューブだって。何その演出、それもできるの。ちょっと待って、新しい演出多すぎない。絶対キノコあると思う。なんかどん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 高みへ高みへ。え、これ乗っちゃっていいのかな。あそこにもなんかちくわブロックがあるけれど、とりあえず扉入ってみようか。失礼します、不法侵入です。うわ、コインがある。壁ブロックがあって、左側はドクロちゃん。これやり直し用のやつかな、下のドアは。とりあえずじゃあ乗ってみようか。失礼しますね、人の頭。ああ、ビジェブめっちゃいいじゃん。人の頭の上に乗ってバチ当たらないかなって言おうとした瞬間、バチが当たったよ。さあ、死んで、うわ、なにこれ、すげえ。へえ、楽しい。こんな竜みたいなの作れるんだ。あ、太陽だ。太陽に当たらないようにしろってことで、もうみんなのトラウマやめてよ。これがトラウマだった世代はさ、俺と同年代だと思うけどさ、ほんとトラウマだったよね、これ。あ、でもぬるくなってる。あれだね、原作に比べたら、死んでしまう。このままでは、小生は死んでしまう。
オッケー、素晴らしい、いいぞ。過度な酸素を肺に取り入れることによって、いいぞ、水の呼吸を使っていくと。さあね、でもさ、直接来ないんだよね、なんかあいつ。なんか友情描いて全然さ、俺の方に来ないんだよね。お金ゲットしときたいけど。あー、無理か、無理なのか。お金は後からついてくる。大丈夫。自分が突き進んだ道を進んでいけば、お金は後からついてくる。それが仕事ってもんだ。そうだ。これが怖いよ。上に登っていって、雲の上、ふわふわして気持ちいいね。いいね。こんな感じで、日々過ごしていきたい。休憩時間、空に行けるように、早く未来を進化させて。で、コイン取った。え、扉入っちゃっていいのかな。あー、下の地下ブロック、あれが入り口のところか。じゃあ、下に降りる必要ないよね。入ります。もう一度遊べるドームはさすがにしない方がいいもんね。やった、すっごいクラッカーくれた。クラッカーがあれドットじゃないんだね。うわ、すっごい綺麗。ありがとうございます。やはり、未来の進化っていうのは、すごいんですね。ちょっと意味わかんない。